なんと。なかなか複雑だったが、ほぼ全てのシステムは掌握した。俺は自爆と同時にエデンズゼロのシステムに侵入、それでアンドロイドどもを停止させたんだ。つうわけでエデンズゼロのクルーは全滅したな。勉強になったよな。英雄や冒険に憧れるのは構わねえ。だがこの世界には手を出しちゃいけねえやつもいるんだ。わかったか小僧。もう十分だ。理解したゆえ私たちの負けだ。許してください。お前に聞いてるんだ小僧、返事しろ。情けねえな、女の前でメソメソと。こんなはずじゃなかったのに。楽しい冒険のはずだった。友達いっぱい作ってみんなで仲良く。楽しかったよ、シキ。私も初めて友と呼べる人たちと出会えた。こんなはずじゃなかった。だけど俺は諦めねえ。いつか必ずお前を倒す。そして友達のいねえお前の友達になってやる。いつかなんてねえんだよ。お前の冒険はここまでだ。俺は人間は殺さねえ。いわば俺のルール。だが例外もある。俺に屈服しねえガキは容赦なく殺す。そいつはもはや人間じゃねえ、ゴミ虫と同じ扱いだ。嘘だ、シキ。こんなの嫌だ、嫌だよシキ。お願い返事して。